あたしパレードやめる。右上のやつの手なんだ、クロスさせてんの。だけど安心して、魔王ちゃんをやっつけるまでの間よ。倒したら絶対にみんなの元に戻ってくるわ。そういえば船どうなったんだろうな。シルビアの船、アリスちゃんも。私お姉様を応援する。みんなの笑顔を奪う魔王ちゃんなんて絶対に許せないもの。私も応援するわ。お姉様がパレードを離れるのは悲しいけど、ま魔王ちゃんをやっつけるなんてお姉様にしかできないことだから。違う違う、俺にしかできないことだよ。勇者だよ。そう、世界に笑顔を取り戻すためよ。だからそれまでの間、私の、よーし、答え合わせ完了。私のパパがいるソルティコって町で待っていてほしいの。パパ、ソルティコ、お前やっとかよ、やっとか。貴様まさかとは思うが、ゴリアテか。うふふ、やっと気づいたのね。いつ気づくかずっと待ってたのよ、グレイグ。やっぱり一緒に修行してたんだ。おい、なに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 、え、なになに、どうしたどうした。ちょ、もっといろいろ話して、グレイグ。昔のシルビアがどうだったかとか。電流が走ったね、グレイグに。なんてことだ、あの気真面目なあの気真面目なゴリアテがあんな姿に。ジエゴとなさずお怒りになるに違いない。王室は すまない、あまりにもショックだ。お前すっかり面白キャラになってんじゃねえよ。エロ雑誌に詳しかったりさ。あまりにもショックだったものでつい取り乱してしまった。やつの本当の名はゴリアテ、剣の達人と謳われるソルティコの名門騎士の後継ぎだ。やつは幼少から父上のジエゴ殿に鍛えられていたから、さぞ立派な騎士になると思っていた、まあ、騎士道に精通してるからね。ところがある時、理由はわからないが、ジエゴ殿と凄まじい大喧嘩をして町を飛び出していってな。それきり行方が知れなかったんだが、いやね、だってゲームのすげえ序盤のさ、あのサマディ王国で騎士道に精通していたことのその伏線というか、それの回収をここでようやくしたわけでしょ、正式に。まあまあ途中で気づくプレイヤーも多いとは思うけど、俺みたいに。はあ、なるほどね、すごいわ。ソルティコはメダチャット地方の東のソルティアナ海岸にある大きな橋がある町だ。散々カジノ一緒に行ったから知ってるだろ。俺が170万コイン稼ぐのお前見てたはずだろ。おなじみの場所ね。あの生真面目なゴリアテか。そういえば実は俺がソルティコの町で数年間修行した過去があると話したことがあったか。聞いたはず。聞いたね。そうか、もう知っていたか。ならいいんだ。さあ俺たちもソルティコに向かおう。え、ちょ、ここの会話ではい、いい絵が出るの初めてだな。まだ話してなかったか。実は俺はソルティコの領主ジエゴ師匠のもとで剣の修行を積んだ過去があってな。そうだな、前話したんと同じだな。その時ゴリアテ、つまりシルビアとは同じ騎士見習いとして多くの門下生と共に厳しい修行に明け暮れたものだった。同じ釜の飯を食った仲間みたいな感じなんだよな。はあ、ジエゴ殿の、そっか、ジエゴはローも知り合いか。ゴリアテが行方知れずとは随分前から聞いてはおったが、それがシュルビアだったとは驚いたわい。世の中狭いね。グレイグの話によれば、ゴリアテはジエゴ殿と大喧嘩し家出したそうじゃが、何があったんだろうね。つうかまだシュルビア仲間じゃねえのかよ。そのソルティコの下り終わってからか。じゃあさっさとソルティコ行っちゃおう。ルーラで飛べるしね。さあソルティコのお前それできたの。ちょっとなんかちょっと身なり整えたりしていこうよ。
怒るって言ってたよ、ゴリアテ様。ゴリアテ様じゃない、ジエーゴ様だ。ゴリアテはこいつだ。不思議なものね、この町には二度と来るまいと思ってたのに、まさかこんな風に帰ってくるなんて。そうだよな、一緒に来た時も花摘みがどうとか言って逃げたもんな。あれがパパのお屋敷よ。だけどちょっと心の準備をしたいから、ウスターちゃん先に行ってて。まあ執事の人とは知り合いだしね。そうだ、船乗った時もなんか執事の人、あれ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 、あなたはなんだっけ、ピンク色の旋風じゃなくてなんか異名あったよな。いやー、ここが姉さんの故郷でげすが、まるでシルビア姉さんの住んだ心のように美しい町でがす。足や感慨深いでげす。いやいや、久しぶりだよ。あれもしかしてパレードの中にいたのかな。あれいた、びっくりした、普通にいたわ。アリス、どこ行ったんだろうって思ってたのに。いや、グレイグ、ソルティコの町懐かしいな。この町は俺にとって特別な思い出がある。ゴリアテ、いやシルビアはそうか、知り合いだったのか。最初から分かってたんだね、シルビアの方は。グレイグが昔の仲間だと。ジエーゴ様にはでも前来た時も会ったことないからな。どんな姿してるのかも分かんないけど、こんにちは。今まで伏せってばかりだったジエーゴ様が急に先ほどお目覚めになったのだ。おう、会えそうだな。外が妙に騒がしい気がするのだが、何かあったのか。いえいえ、何も何も、大丈夫、気になさらなくて全然結構なんで。そうか、気のせいだったか。私もゆえ耳が遠くなってきたようだ執事の方、セザールさんだ。主人さ、ご主人様の体調がよろしいようで、ただいまお目覚めになっております。お会いになれるの外が騒がしいようです。大丈夫、全然気になさらなくて結構なんで。友達のローも一緒にいてよかったね。話がしやすいかもしれない。おー、厳格そうな顔してるな。確かに大怪我したっていうの本当だったんだ。あ、師匠、グレイグでございます。久方ぶりです。騎士らしい振る舞い、こちらは。おー、グレイグじゃねえか。あ、こういう感じなんだ。あ、これ厳しそうだなぶん殴られるんじゃないのか。てめえが修行を終えて町を旅立ってからもう十数年か。近くに来て顔見せろよ。てめえの活躍は散々聞いてるぜ。図体でかいだけが取り柄だったてめえが今はデルカダールの英雄様だ。はは。おー、グレイグに英雄にここまで言えるほどの存在なんだね。まあ師匠だもんな。思ったよりお元気そうで何よりです。師匠の下で騎士道を教わっていなければ今の私はありえなかったでしょう。ここを旅立って多くのことがありました。16年前のユグノアの悲劇に始まり、先日の大樹の落下、そして今や魔王が。そういえばシルビアはどうしたんだ。牛沢は私は師匠と話しているから、ちょっと様子を見てきてくれないか。いやいや、俺のこと紹介してよ。あれってか、ローは、ローも友達でしょ。ジエゴ殿が元気そうで安心したわい。さすがはかつてイカれる献身と恐れられた男いやー、ブチ切れますよこの後。本当はわしも古い友人じゃし、ジエゴ殿と語らいたかったんじゃが、ここはグレイグに役を譲るとするかの。まあそうだね。シルビア本当に来る気あんのか。あ、じゃあ失礼します。すいませんね、ジエゴさん。これも世界救うためなんで。自分勇者なんで。おい、ブドウエキスしかねえじゃん。あ、レシピ、プラチナ防具だ。ほほう、作れるかな。あー、特にそれ以外物ないのか。あー、シルビア連れてくるのが大丈夫かな。おー、でけえベッドに寝てるよ。聞いたぞ、勇者さんよ。あ、紹介してくれた。おめえさん、グレイグと旅してんだってな。ここに来るまで随分と苦労したろ。まあ、すっかりしけた街だけどよ、ゆっくり休んでいってくれや。いやいや、カジノの常連なんで町にはよく来てるんですけどね。おお、グレイグ様に会われてご主人様も大変嬉しそうです。よかったよかった。これをきっかけにご主人様のお体も解放に向かっていくと良いのですが向かわないかもしれないな。あいつどこで油売ってんだマジで。あ、もう町中が混乱してるよ。もう何やってんだお前ら。ひひえ命だけは助けてくれ。
あ、お前そこもなんかそおばちゃん囲むのやめろ。ふがふが。おばちゃんというかおばあちゃんか。天使たちが私の、ま、わしの周りを回っとる。いよいよわしにもお迎えが来たが。おい、やめろ。今すぐやめろ。本当に。あいつ何やってんの。あれ、アリスしかいない。どこ行ったの。おう、牛さんの旦那、シルビア姉さんでゲしたら長い階段を降りて海の方へ向かってったでゲすよ。いや、心の整理が、なんか踏ん切りがつかないのかもしれないな。お前、ほんと迷惑だからやめてよ。困ってる人たちを助けてあげましょう。じゃあやめて、そのパレード。あ、いたいたいた、あそこにいるね。お、早く来いよ。元気そうだよ、ジエゴさん。昔のこと教えてくれるかな。あ、ふさちゃん、そっか、私を探しに来てくれたのね。実はね、私、ウツダちゃんと再会できたら、ウルノーガと戦うって心に決めてたの。だけど、パレードのみんなを預けるためにパパと会う決心がなかなかつかなかったの。あのプチャラオ村の様子を見るまでは。話し合えば分かり合える。そう覚悟を決めてここまで来たんだけど、やっぱりパパと会うのが怖くてね。私がこの町の出身だって話したことあったかしら。話したことはないけど、絶対そうだとは思ってました。そう、グレイグが言ったんね。聞いてん通り、私は子供の頃から騎士になるべく徹底的に鍛え上げられた。だから強いんだね。だから私はずっとこの町で騎士として生きていくものだと思ってた。そんな時だったわ、サーカス団が来たのは。そのサーカスのショー、とにかく面白くて、不思議と体の中から力が湧いてくるの。私はサーカスのパワーに魅せられたの。そして私は確信したわ。笑顔は人を強くする。私の騎士道はこれだってね。いや、それ話せばわかると思うけどな、それこそ。まあ、厳格そうな方ではあったけど。あ、でもそうなの？反対されたんだ。いても立ってもいられなくなって、今の私に必要なのは旅芸人の修行だってパパに打ち明けたら、当然のように反対されて。その時言ってやったのよ。世界中の人たちみんなを笑顔にできるような、私にしかできない騎士道を極めてやる。いや、実際それに近いことしてるよな。世界的に有名な旅芸人なんでしょ、実際。あんなでかい船も持ってるし、大成功してるんだもんね、旅芸人として。それまで絶対に帰らないって、屋敷が壊れるぐらいパパと大喧嘩して、私はこの町を飛び出したってわけ。おセンチな話しちゃったわね。でも、うつわちゃんとお話ししてたら、なんだか勇気が湧いてきたわ。よし、パパに会いに行きましょう。ちょっと服装もちょっと整えた方がいいとは思うよ。話せばわかると思うけど、ちょっと、その、ちょっと、なんか、もうちょっと飾りな、ちょっと抑えた方がいいな、その服の感じは。おい、何者だ、そこの羽のとこ。さては、くせ者か。今すぐにこの屋敷が立ち、ほら、言ったじゃん。もうちょっと抑えて。久しぶりね、ゴンザレス。あ、この人も知り合い？まあ、確かに、古そうだもんな、この屋敷に仕えて。臆病者のあなたが屋敷の護衛役なんて随分出世したじゃない。うむ、貴様、どうして私の名前を？相変わらずネズミは苦手なの？たわしと間違えてネズミを掴んだ時が一番傑作。あー、これ、そんなまさか。あれ、これドラゴンクエスト5知ってる人だったら、あーってなるやつなんですよ。似たようなシーンがあるんですよね。まあいいか、なんかちょっとこれは説明すると長くなるので、ゴリアテ様、まさかお帰りになる時が来るとは、お懐かしゅうございます。今まで屋敷を開けていてごめんね。ねえ、ゴンザレス、屋敷を見て回ってもいいわよね。もちろんです、ゴリアテ様。見て回ってって言っても、この部屋行くしかないぞ。こっちの部屋行ってもしょうがないでしょ。ここにあるんだぞ、お前のことを書いた手記が。誰かが書いた手記のようだ。ゴリアテ様がグレイグ様に勝利なさった。だ、昔はグレイグと張り合うほどの腕だったんだよね。まあ、旅芸人の修行を始めてからは剣の修行しなくなったからあれだけど、それでも強いからな。はあ、いやでもドラクエ5で俺すげえ好きなシーンなの。なんかね、あの魔物に捕まってずっと魔物の奴隷として働いてた王子が国に戻った時に似たようなやり取りがあるんですよ。
衛兵みたいなやつに向かってああいうこと言うの。こんないたずらをした時が一番傑作だったなって。あなたはまさか。すげえ好きなシーンなんだよ、そこのパロディっぽい。いやでもスッと入っちゃった、大丈夫かな。来たよシルビア。いやもうちょっと服装のさ感じをさ。パパただいま。だらてめてめえは我が息子ゴリアでどの面下げて帰ってきやがった。他に息子いないのか、子供一人息子なんだね。ごめんなさい。すげえビビりよ。ごめんなさいだと。おいゴリアで、てめえ何か勘違いしてねえか。え、あーでもそうだな、有名な旅芸人なんだから、ジエゴの耳にもシルビアの活躍ぐらいは届いてたりしたんじゃないの。それで分かってくれてたり、てめえの騎士道ってやつで世界中を笑顔にできたのか。いいえまだです。いや十分やったと思うけどね。だったらなぜ帰ってきやがった。てめえは大口を叩いて出て行った。なのに夢を果たさぬままよくも抜け抜けと。そんな風にてめえを育てた覚えはねえぞ。あ、体が。パパ。応援はしてたんだね、きっと。畜生、こんな体でなければてめえをぶん殴ってたところだ。ありがとうパパ、ずっと私のこと認めてくれてたのね。私確かに夢半ばのまま帰ってきちゃったけど、それには理由があるの。魔王か。そう、魔王がいる世界じゃなく、人は心の底から笑えないの。だから私、魔王を倒す。そして明るい世界を取り戻して、今度こそ夢を叶えてみせるわ。グレイグ気まずいだろうな。は、魔王を倒すだと。てめえまたどでかいこと言いやがったな。面白い、やってみやがれ。ええ、必ず騎士に二言はないわ。それで実はパパにお願いがあってきたの。魔王を倒すまで私の仲間たちを預かってほしい。そして私の代わりにみんなの中心になって導いてほしいの。あいつらを。はあ、そんなもんお安い御用よ。いや、あいつら見たら同じこと言えるかわかんないよ。こんな感じのやつだよ、今のシルビアみたいな。そんなもんお安い御用よ。困ってる人を助けるのが禁止道ってもんだ。え、パパ本当？おいよ、ドーンと引き受けてやるか。騎士に二言はない。騎士道。キャパパありがとう。息子のこの変化は大丈夫なの？生真面目だったんでしょ昔は。グレイクが言うには、それじゃみんなパパに挨拶なさい。ちょマジで連れてくんの？お、大丈夫か？怒られるよ。ん？グレイグまで傾けたな。おい、こいつらだよ。キャー、綺麗なお部屋、素敵。わあ、お姉様のパパかっこいい。これからよろしくね。やばすぎる。結構なおっさんもいるからね、中には。おい、ゴリアって、こいつは一体どういうことだ。騎士に二言はないんでしょ。結構なおっさんいるからね、二人ぐらい。あれの面倒も見るの。はいパパ、これを着てね。お前マジで言ってんのか。何をする。怪我してるのをいいことに。バーンじゃねえよ。同じやつ。なんだこの服は。こんなもん聞いてねえぞ。だって私の代わりにみんなの中心になってくれるって言ったじゃない。騎士に二言はないんでしょ。いや、いいよ断っても。いいよ。あんなにビビってたけどめちゃくちゃ度胸あるじゃねえかシルビア、やっぱり。やめろやめろ、やめてやれ。お姉様のお父様素敵。
ひでえ、これひでえ。おい、こっちのおっさん、お姉様とパパは十数年ぶりに再会したのにそんな年月を感じさせない様子よね。お前、お父様とそんなに年変わらないだろ。ひどい、ひどい、かわいそう。まあなんだ、乗りかかった船だ。この妙なやつだ、どの通りに任せとけ。器でけえな。でかいわ、器。相変わらず伊勢だけは一枚だな。魔王倒したら絶対に帰ってこいよ。てめえには言うことが5万とあるからな。ああ、まあいい親子だな。そうかそうか。あの頃は自分のことばっかりでパパの気持ちなんて考えもしなくて。そうだな。シルビアとジエゴ殿の確執が解けて本当に良かったの。ジエゴ殿のパレード服も似合っておったわ。似合ってるか、お前適当に言ってねえか。相変わらずジエゴ殿はしかめつらじゃったが、十数年ぶりにシルビアと再会できて本当はとても嬉しかったはずじゃ。喧嘩別れしたとはいえ、息子に再会して嬉しくない親父がどこにいるものか。そう、あのプチャラオの親子のようにな。そっか、あの親子のおかげでこう撫でたんだね。ジエゴ氏はとうの昔にシルビアの旅芸人の修行を認めていたのか。二人のわだかまりが解けてよかったな。しかしシルビアの正体がゴリアテであると俺はなかなか気づけなかったが、本当お前な。ジエゴ氏は一発で息子だと見抜いた。俺には子がいないゆえ分からぬが、あんな風にすぐ分かってしまうのが親子というものなのだろうな。そっか。そっか、考えてみれば36歳だもんな、グレイグ。子がいてもおかしくない年ではあるんだよな。状況を理解しきれてないけど、ジエゴ様も元気になったことだし。この使用人の人もだいぶかわいそうだけど。なんでこんなことになってるかよくわかんないでしょう、この人は。ああ、ゴリアテ坊ちゃん、もう少しゆっくりされてもいいのにすぐに旅立たれてしまうのですね。せざるあなたには苦労かけてばかりね。魔王は私が絶対に倒してくるから。ああ、私はずっと坊ちゃんのジーヤですぞ。よかったよかった。まあとりあえずいろいろ丸く収まってよかったね。屋敷の人はこれから大変だけど。どんどんどん。お姉様のお屋敷に着いたわよ。いやー、まあこの屋敷は大変だと思うけど。ねえねえ、このボス、あ、ボス、この絵の女性の方誰かしら。まるでお姉様みたいに素敵な方ね。あ、これがジエゴ様の奥さんだったのかな。っていうかボスって言うな、ボスじゃねえよ。いやいやいや、でも次の行き先なんだろう。船もないし行くあてもうないぞ。あんまり地続きの場所は大体行ったでしょ。歩いて行けるような場所は。みんないいわね、パパの言うことちゃんと聞くのよ。でもお姉様とのお別れなんだな、彼らにとっては。お姉様行かないで、やっぱりお別れなんて嫌よ。私だってみんなとお別れするのはとっても悲しいわ。だけどみんなの笑顔を奪う魔王ちゃんを倒さなくっちゃ。そうだな、やっぱり世界中を笑顔にするのがシルビアの目的というか使命というか志で、そこは全くブレてないんだよね。そこがやっぱかっこいいよな。憎めないぜ、たとえどんなに遠く離れようと私たちずっと仲間よ。お姉様困った時はいつでも呼んでね。私たちどこでやろうと駆けつけるから。ほんとね、二人ぐらいいる結構なおっさんのやつは人生考えた方がいいよ、これからの。もっとシルビア、ウサとの連携はさ、仲間呼びがほう使えるようになった。仲間呼び、え、こいつらが来んのかな、連携技使ったら。使いてぇ。私のわがままに付き合ってくれて本当にありがとう。ウサちゃん、改めてよろしくね。再び、あ、ここでやっと正式加入か。よろしくな。笑顔にしようぜ、世界を。
そういえば私の、あ、船あるんだ。まあそっか、アリスがいたぐらいだしな。あ、じゃあ船使えるようになるのか、やっとこれで。崩壊後も東の浜辺に止めてある。オッケー、船があればこれまで行けなかった場所に行けるようになるな。牛座を引き続き仲間を探しラムダを目指す。あ、そっか、そういえばラムダ目指してんだったな。じゃあ、あの雪国のところにまずは行くことになるのかな。魔女がいるところ。そうだよな、魔女いるんだよな、雪国に。普通になんか力になってくれたりしないかな、今度は。さて、これでパーティーメンバーが4人か。シルビアは元からスキルパネル、うん、広い方だったから新しく解放されるとかないんだね。なんかセーニャとかベロニカなんかはローと似たような形のパネルしてたから、再開した時に解放されたりしそうだね、新しい場所が。いやー、でも、でも、もしかしてシルビアもレベル、あ、レベル上がってる、やっぱり38。ちょっとレベル上げた方がいいかな、どうだろう。でも戦闘で苦労はしてないから別に問題ないかな、装備強いし。新しくレベル上がったことで入ってるスキルポイントもどう使おう。二刀の心得とかいるかな。サポートキャラだから二刀の心得は別に急いで取る必要ないような気もする。魅力とか器用さ上げた方がいいのかな。これでちょっと1個秘密パネル開けられるね。取ってみよう。器用さ上げてゴールドシャ、うわゴールシャ、お金使う代わりに大ダメージって感じなんだろうな、ゴールドシャワー。もったいなくてどうせ使わねえからな、ゴールシャワー。あとはこの辺で魅力上げればまた秘密パネル取れるね。ここは魅惑の笛、魅了か。敵を状態以上にするようなの結構あるんだね。敵魅了するっていうの他にもなかった、ないか。うん、なんかこういうさ、魅力乙女とかの曲芸とか乙女のスキルばっか取って武器のスキル一個も取ってないんだけど、結局シルビアってどの武器がいいのかな。他に誰もいないし無知の使い手にするとかありなのかな。ちょっといろいろ悩んじゃうな。また他の仲間もスキルパネル解放されたりするだろうし、早く会いたいね。あれ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 、俺教会に来たつもり、あれ、あら、ボスお祈りしてくいやするけど、なんて冗談はさておき真面目にやるわよ。さてと、頼もしき神のしもべよ我が教会にどのようなご用じゃな。変わりすぎだろ、マジかお前しかもいい年したやつじゃん、あのヨダスケパレードの。いや、まあちょっとキリのいいとこでもあるし、シルビア仲間になって一旦セーブして今回は終わりにしようかなと思いまして。いやー、残りの仲間はカミュニ、ベロニカ、セーニア、マルティナ、あと4人か。まだまだ先は長いね。はい、また次回よろしくお願いします。